テニスの四大大会、全米オープンに出場を予定していた西堀 K、ユニクロが左膝の負傷のために棄権すると27日、日本時間28日、大会側が発表した。29日、同30日、の男子シングルス1回戦でフェリペメリジェニアウベス、ブラジルと対戦予定だったが、無念の欠場となった。代わってジェームス・ダックワース、ゴーシューが出場する。 西湖池、ユニクロ、が左膝の負傷のために棄権すると27日、日本時間28日、大会側が発表した。29日、同30日、の男子シングルス1回戦でフェリペメリジェニアウベス、ブラジル、と対戦予定だったが、無念の欠場となった。代わってジェームス・ダックワース、ゴーシュー、が出場する。画像、 全米 OP 危険の原因になった西堀系の痛々しい左膝の状態大会公式 X、旧ツイッターは、系西堀が負傷により全米オープンから棄権した。ラッキールーザーのジェームス・ダックワースが代わって出場すると伝えた。昨年1月に股関節を手術した西寄りは今年6月に下部ツアーで復帰。しかし、直近3大会は左膝を痛め、欠場中だった。 26日、同27日に投稿した X ではニューヨーク入りを報告し、動画でまだ試合に出るかはわからないですけど、最善の準備をして出られるように頑張ります、と語っていたが、2021年の全米オープン以来の4大大会復帰は持ち越しとなった。